どうもお疲れ様です。今日の FX ニュースなんですけども、12月26日朝6時にお届けしております。12月25日、昨日はですね、ほとんど相場が動いてない状態でした。ご覧のように、日本ではね、何かあるような感じだったんですけども、世界中で休場してるんですよ。まあ、クリスマス休場かですかね。これほどまでに休場が並ぶのも私初めて見ましたけども、いや、こんな風になるんですね。通常はね、25日が土とか日曜日に当たる可能性が多かったんで見なかったんですけども、月曜日っていうふうな平日にクリスマスが行われてる時ってこうやって休むんですね。ということで、昨日は全く動いてなかったのを皆さんもご認識だと思います。そして今日火曜日もこんな感じで休んでるとこばかりですね。で、日本では8時半から動きがあるみたいですけども、それもあっという間に終わってしまうんで、トレードほとんどできないでしょ。で、FX のニュースの方でも、このように25日のニュースは多少入ってるんですよ。まあでも、ビターッとチャートは動いてないですからね。これがチャートですけど、ビターッと動いてないですよ。まあということでね、今日は動きがあるんでしょうけども、特にお話しすることはないんですよ。まあトレードはね、ほとんどできないと思いますんで、何かね、思いつくことがあれば私も追加放送しますけども、まあ今日も何もないでしょうね。で、明日は多少動きがあると思いますけども、トレードができるような動きにはならないと思います。で、木曜日、金曜日という形で、なんか終わっていくということで。ね、年末相場、こういったもんだと、体感していただけるんじゃなかろうかと思います。まあ、今日はこんなとこですね。はい。まあ、特に、これということはないです。ポジションなんて多分取れないでしょうね。坂田五法も、上の空って感じでございます。それじゃ。